ましょう。施工管理法の、施工計画、今日3回目ですね。ALC パネルからですね。ALC パネル金属内装、ALC パネル工事、ALC パネルなどの表面強度の小さいものはパネル間の目地に用いるシーリング材は低モジュラスのシーリング材を使用します。高モジュラスのシーリング材を用いるとムーブメントにより被着体を破損することがあるため、モジュラスとはゴム弾性を有する材料の物理試験において試験片に一定の伸びを与えた時の引っ張り応力と。メタルカーレカーデンウォール工事、くたえ付け金物を鉄骨部材へ溶接固定する場合は、本体鉄骨の製作に合わせてあらかじめ鉄骨工場で行います。はい。金属工事、亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキはメッキ層を薄いため防カビ効果が持続しません。そのため海岸近くの野外などの過酷な環境下ではメッキ層が厚くなる溶融亜鉛メッキとします。亜鉛メッキ後面の素地ごしらえの非性被膜処理は下記のどちらかとします。リン酸塩化性被膜処理、クロム酸塩化性被膜処理。内装工事、防火性能、内装工事において防火性能のある仕上げであることを表す施工管理ラベルは1区分1部屋ごとに2枚以上貼り付けて表示します。石膏系接着剤直張り工法、一度に塗る接着剤の量は1時間以内に使い切れる量とします。2時間程度で硬化するため、防水工事、アスファルト防水工事においてアスファルトの使用量は施工面積と全使用量から単位面積あたりの数量を算出して確認します。海質アスファルトシート防水トーチ工法、露出防水用海質アスファルトシートを重ね合わせる場合、砂面を炙り砂を沈める、または砂をかき取って海質アスファルトを表面に出した後に貼り重ねます。塗装工事、現場錆止め塗装工事において、塗装膜圧の確認は被膜測定が困難ため、塗料の使用量と塗装面積から推定しますと。へえ、すごいですね。そうなんですね。耐火被膜、ロックウール吹き付け工法、ロックウール吹き付け鉄骨工事の耐火被膜として普及しています。施工中の粉塵の飛散が多いです。張石工事、張石工事において濡れ色および発火の防止のために石裏面処理剤を塗布します。はい。石材裏面と固体コンクリートの間は70ミリを標準とします。下地面の寸法精度プラマイ10ミリ、ダブルファスナーの寸法60ミリ。石面の清掃には原則して3類は使用してはいけません。花崗岩類の場合でやむを得ず3洗いを行う場合は、周辺の金物を養生し、石材面に清水を
注ぎかけた後、三洗いして石材面に酸類が残らないよう十分水洗いをします。タイル工事、新築調整目地、新築調整目地、新築調整目地、タイル張りの側面の伸縮調整目地は躯体および下地モルタル面の亀裂誘発目地と一致させる必要があります。 JAS19 各々の位置が異なる場合、亀裂誘発目地の位置にあるタイルにひび割れが発生するため、改良圧着張り工法、下地プラス調付けモルタルと調付けモルタルプラスタイル、タイル工1人当たり2平米以内、調付けモルタル、下地側に4から6ミリ程度の塗圧、タイル裏面に1から3ミリ程度の塗圧、密着張り工法、下地プラス調付けモルタルとタイルプラス振動工具、施工方法、振動工具による過信は貼り付けモルタルがタイルの周囲から目地部分に盛り上がるまで行います。改良積み上げ張り工法、下地と調付けモルタルプラスタイル、施工法、一時の調付け高さは 1.5 メートル以内、左官工事、内壁のモルタル塗りおいて厚さ20ミリの場合は下塗り、中塗り、上塗りの3回を標準とします、と。